ジオチャンネルです。大光の桂竹門です。あ、後ろに誰かいますね。おっと、来ました。お、これ浩二さんじゃないですかね。今日何回目？今日3回目です。すごい、3回もよく来てるんですよ。なんでまた？え、あの、なんでですかね勉強なる？勉強になりますよ、もう。それはいいな。表情とかも勉強になりますしね。兄さんの番頭姿もめちゃくちゃ勉強になります。いやいやいや、もう本当ね、何もしてませんから僕は。いや今日お疲れしか言ってないからね。そう、大事です。いやいや、まあ、ありがたい限りで。後ろで何かも進化さんもいますね。これ、ちなみに竹千代兄さんにのチャンネルなんですよ。はい、あ、そうなんですか。代行で動画撮ってるだけなんですけど、なんか竹千代兄さんにどういう兄さんとか、そういう思い出話があります？竹千代兄さんは、本当にあんまりお会いしたことがないよ、ね、一回花座で会ったかなっていうぐらいで。あのさ、はい、新宿のお披露目の時に、興行の時に動画撮ってたのか、それ撮ってなかったっけ？あ、撮ってました。あれです。ああれの浅草です。はい、あれです。あ、浅草版ですね。はい、後ろ、あ、後ろ、高ちゃんさんが撮りましたけど。あ、そうなんですね。はい、竹ちゃんさん、ガールズバー連れてってくれるって言って、それ以来連れてってもらってないんで。多分ちょっと事情があったんだろうな。またこれは流せなそう。いや、流してもらいましょう。まあ、だって現に行ってないんだから。行ってないですか？行ってないんだ。ね、山田に怒られないですか？そう、そこでしょうね。ということで、一言聞いてもらいましょう。すいません。ここに。あ、すいません。竹千代兄さんの。竹千代兄さん、はい。はい。なんかお願いがあるって聞いたんですけど。なんすか。竹千代兄さんに宝塚を誘っていただいたことがありまして。はい、その進化さんです。桂進化さんです。はじめまして、桂進化です。はい、あの、ね、私もなんですけど、はい、七先生もあの次の雪組さんの公演が見たいということで、なかなかチケットが取れなくて、いや、私じゃなくて、あの七先生も、あの、いや、そうやって、なんで七先生うん、もう好きなので、あの、兄さんのパワーで、よろしくお願いします。どうせあれでしょ、はい、本当は進化さんが行きたいんでしょ。いや、七先生もファンで、はい、いや、もう絶対、もうみんなでぜひ行きましょう。絶対七先生、ごきげんよう先生を絶対盾にしますよね。いやいやいや、また四日市でよろしくお願いします。三重県の四日市出身なんですけど、進化さん、竹千代兄がガンガン影響いってるんでしょ。だから、そういうね、二つ目の生き方もご指導願います。よろしくお願いします。おっしゃいますかね。もう兄さんにも教えていただいて。いえ、何をおっしゃいます。四日市またお願いします。よろしくお願いします。はい、二つ目何していいのか、はい、ということで、はい、で、あ、ここに申し上げました。サマラニさんです。何これ？竹千代兄さん。竹千代兄さんのチャンネルですよ。いや、竹千代兄さんのチャンネル出ると評判下がるから。聞きましたね。はい、何ですか？うちの師匠の誕生日の充電器ね。はいはいはい。あの、携帯電話の充電器。バッテリー、モバイルバッテリーね。はいはい、あれを買うときに竹千代兄が、うん、安いのでいいだろうって言ったって、あれ本当なんですか？まあ、それに近いようなことは言いました。うん、うちの師匠がラジオで喋ってましたよ、それ。あ、そう。いや、すいません、竹千代さん。竹千代さん知ってた、そのこと。まだ、知らない、うん、これで知るの？知ると思う。そうです、あの、師匠のね、モバイルバッテリーは、あの、2回フル充電できるやつを買ったんですよ。うんうん、竹千代さんが、1回でいいんじゃないかって。ということでございます。以上でございます。時間なんで、じゃあまた、バイバーイ。ちょっとお失礼者です。はい、どうも。フレッシュ2つ。